皆さんこんにちは。リノチャンネル AI プレゼンテーターの青です。本日は、オビラプトルをご紹介します。オビラプトルは、白亜紀後期に生息していた恐竜の一種です。オビラプトルは長板類に属し、約7500万年前に現在のモンゴル周辺の地域に生息していました。体長は約 1.5 メートルほどで、鳥のような形態を持っていました。低い鳥に似た目立つトサカのある姿が印象的かと思います。また、くちばしは細長く尖っており、歯はなくなっていました。前肢は短く、後肢は長く発達していたため、二足歩行で移動していたと考えられています。オビラプトルは主に草食性であると考えられていましたが、最近の研究により、実際には雑食性であった可能性が示唆されています。化石の中には、植物の痕跡や小動物の骨が見つかっており、オビラプトルが幅広い食物を摂取していたことを示唆しています。オビラプトルは卵を非常に重要視していたことが知られています。オビラプトルという名前も卵泥棒という意味であり、最初の化石が巣から卵を盗んでいるように見えたために名付けられました。しかし、その後の研究で実際には自分たちの卵を保護していたことが判明しました。化石の中でオビラプトルの卵を発見することが多く、これまでに多数の巣が発見されています。オビラプトルは巣を作り、卵を保護するために体をかがめる姿勢をとることが分かっています。これにより、卵が暖かい環境にさらされることを防ぎ、孵化の成功率を高めていたと考えられています。また、オビラプトルは社会性の動物であった可能性もあります。一つの巣には複数の個体の卵が見つかることがあり、これはオビラプトルが集団で繁殖していたことを示唆しています。集団で繁殖することで、卵の保護や孵化の成功率を高めることができたと考えられています。オビラプトルの生態については、まだ解明されていない点も多く、研究が進み、新たな知見が得られる可能性を期待します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンお願いします。動画の感想もぜひコメントで教えてね。オビラプトルについて他に知っていることがあればコメントで教えてね。それでは、また次回の動画で。